では問3です。14年追試ですが、熱帯低気圧の発生は海面水温と密接な関係を持つ。図1中に示した南半球の海域 K から N のうち、熱帯低気圧の発生が多く見られる海域は2つある。その組み合わせとして最も適当なものを1から6のうちから1つ選べ。ではここで実際にその海域を見ますと、それぞれ K、L、M、N と分かれてます。頭の中で熱帯低気圧が台風やハリケーンやサイクロンの原因になることをまず思い出しましょう。そうすると台風は南太平洋から、そして、サイクロンはインド洋から。このような熱帯低気圧を原因とする自然災害の発生が頭の中で読み取れますね。じゃあこれでもう正解が6番と、まあ、できます。ただ、まあ、せっかくこう解説してるんでね、今回ヒント出してくれてるんですよ。問題も本番っていうのはとにかく間違ってるかどうか怖いからね。これですよ。海面水温と密接な関係を持つ。せっかくなので確認しておきます。今 K や L の海域というのはこれいいですか。南半球においては K や L は寒流が流れている地域ですね。例えば K であれば南アメリカですから、寒流のペルー海流、そしてアフリカ大陸はベンゲラ海流。それぞれ相対的に冷たい海の流れがありますから、上昇気流は発生しにくいです。そもそも熱帯低気圧は低気圧、上昇気流の発生によって生み出されるので、こういうふうに海流の知識を利用しても確実に答えに達することはできるね。さらには頭の中でやっぱり不安になるんですよね。大西洋から来るハリケーンもあるから。で、本番っていうのは悩んでしまって、あれこの辺りのハリケーン確かに通りますから K から発生するのかなとか思っちゃうんですけど、問題文の中に海水の温度と密接な関係があると書いてくれてますから、それもより強固な回答を結び、ね、回答を導き出すヒントだと思って頭の中でさまざまな知識を応用して確実な回答を紐解いてください。正解は6番でした。以上です。